えー、45歳男です。いつも楽しく愛見させていただいてます。子供の心理について相談です。大学進学を進める予定ですが、実体験から構成を進めるのもありかなと思ってます。ただ、子供と当時の私とは性格も能力も経験も違うと思っており、進めるのを悩んでいます。私の場合、小学校の頃からプログラムを書き始め、ASMC 言語を習得。構成ではマウスドライバーを自作するなど、エンジニアとしての下地があったため、今度死んだらまで無断に来れたと思ってます。構成はありでしょうかまあ、全然ありだと思うので。えっと、 お子さんをいくつかわかんないんですけど、まあ、そのなんか、あの、高専ってこういうのだよ、大学ってこういうのだよっていうので、で、その高校生ぐらい、っと中学生ぐらいの時にいろいろ説明してプログラミングとかやらせて、どっちがいいっていうのを自分で決めるようにした方がいいと思います。その、どっちが正解かってわかんないんですよ。要は人生1個しか選べないから。 要は、高専に行った結果、失敗するかもしれないし、大学に行っても失敗するかもしれないし、まあ、どっちに行っても成功するかもしれないですけど、成功したら問題ないですよ。ただ、失敗する可能性は必ずあります。で、その時に、その、失敗した原因が、お前が高専進めたからだろうとか、お前が大学行けって言ったからだろうってなると、揉めるんですよ。なので、自分で決めたと思い込めるようにしてください。要は、自分で高専に行きたいって思ったから、高専に行きました。 でも結果として失敗しましたとか自分が大学に行きたいと思ったから大学に行けましたでも失敗しましたっていうのはもう自分の責任なのであの人間ってその結構あの簡単な生き物で選択肢が多い状態で選択肢を自分で選ぶと勝手に幸せを感じることが多いっていう謎のそのなんかあの構造なある生き物ですよ要はその心理学っていう学問で人はどういう時に幸せを感じますかみたいなのであの 強制的に決められるっていうだけで不幸に感じるっていう生き物がいて逆にその選択肢がどっちもひどかったとしても自分で選ぶとなぜか失敗しても自分で選んだからそれ全然問題ないっすみたいな思っちゃう人がいるんですよあの人間って結構そういう考え方しやすいのでなので自分で選ばせるっていうのをあのちょっと意識的にやってみるといいんじゃないかなと思います そのまああのすげえ不細工で死んだ魚見をしてる性格悪いおっさんを自分で選んで結婚しちゃった人って自分で選んでるからこの人は価値があるんだとかって思えちゃったりするみたいなんですよ。あの客観的に見るとどう見てもいやいやそのデブ性格悪いし死んだ魚の匂してるけど大丈夫みたいな夜中無呼吸で息できなくなってふかふ言ってるけど大丈夫とか思うんですけどなんか本人的にはそれ自分で選んでるからなんか幸せみたいに思うらしいですよ。はい 裕次郎さん、コメント書き忘れると。 えっと、大阪市で整骨院をしながら10年前からボランティアで小学生にボラバスケを教えています。コロナにより練習ができない子どもたちのため、YouTube チャンネルを開設して自宅でできる練習動画などを配信を始めました。今後このチャンネルが収益化できるようになればできることも変だろうなと思い試行錯誤しています。現在教え子30名程度なのですがどのように登,録登録者数を増やせばいいでしょうか。バスケットチャンネルという名前で配信してますので、バスケットの練習に興味がある方はぜひ一度見てあければと思います。えっと、動画のタイトルをわかりやすくすることですね。 フリースローの成功率を上げるっていうタイトルの動画を上げるとか小学生がドリブルがうまくなるための動画とかその要は検索した結果なんか出てきた時にえこれどうなんだろうっていうね再生したくなるようなそのタイトルをつけた動画を作るっていうのを意識してみるといいんじゃないかなと思います。 えー、28歳、高校、非常勤、地歴、公民、補待、陸上教室、生徒少数、フリーで映像制作をしています。当初は教員志望で陸上網も知能することが目標でしたが、部活の衰退や時間制限、教員のブラックさんを目の当たりにし、全くやる気が出な,なくなりました。今後楽しく感じる陸上教室とフリーの映像制作でやっていきたいと思うのですが、映像制作だけだと8万ほどの収入しかなく不安です。また年上の彼女との結婚もしたいので、欲張りなどもわかりますがあれこれいろいろ考えてしまっ焦っています。何か助言いただけないでしょうか えっとあのフリーの映像生活策はまだ副業レベルだと思うのでその高校の非常勤がいいんだったら普通の仕事をやらせてください。あの要は金が必要って話だと思うのであの求人雑誌かなんか買ってその中で自分が受かりそうなところっていうのを応募して受かったところで普通に会社員として働いて給料をもらいつつ副業で映像制作をやってくださいと。 で映像制作の副業っていうのをだんだん続けてって、その営業制作の副業で20万円とか30万円とかもらうようになったら、初めてその会社を辞めて副業の方を本業にすればいいんじゃないでしょうか。えー、ご返答ありがとうございました。大変参考になりました。子供には説明をして納得する進路を選んでもらおうと思います。 えっと、ひろきさんこんばんは。新卒1年目から警察官にやっておりましたが、もともと消防士になりたかったため昨年退職しました。えー、先週くらいまでは勉強に集中できていたのですが、面接で自分が採用してもらえるか不安で勉強に集中できず焦っています。勉強して消防士になるべで努力しなければいけないのを理解した上でアドバイスいただきたいです。えー、日本は深夜なのでアーカイブ体験させてもらいます。ということで、えー、た、まあ、消防士に受かるために、あの、消防士の勉強を進めてますよね、と。 ただあの採用で落ちるかもしれないっていうところの恐怖感を感じるっていうことなんですけどあの要はあの別にあのいろんな不安を感じて勉強できなくなる理由っていっぱいあると思うんですよ人間。その別になんかあのアニメやっててそれが見たいとかなんか最近彼女ができてそれが可愛いとか。 っていうのがあるんですけど、まあ、とりあえずあの、勉強しなきゃ消防士になれないよねっていうだけなので、あの、1日のうち何時間勉強しなきゃいけないってルールを決めるとか、その3時間に1回は、その消防士の勉強のための参考書を開くっていうルールをするとか、ルールにするとか、要はあの、あの3時間経ったら参考書を開きますと。ただ参考書開いたとしても、1分間読んだらもうそれ閉じていいですっていうルールにするとかっていうので、なるべく勉強をするためのルールっていうのを自分の中に作ってみてください。 まあ僕はやんないですけどね。<laughs> 僕、勉強苦手なんで。えー、28歳派遣社員です、えーと。スキルを身につけ、転職やフリーランスになりたので、ね、前から興味があった動画編集やウェブデザイナーを両方学べる50万ほどの講座スクールを受けようと思うんですが、未経験からの転職はお勧めしないというような話をよく言うので、受けない方が良いでしょうか。はい。 また変えるなら前期の職業に興味を持っている僕からどんなスキルや資格を身につければいいですか長文で複数すいません、あの質問すいません。でと、勉強して何かのスキルをつけたいは全然ありだと思うんですけど、50万払う時点で僕間違ってると思います。はい。えっと、まあ、例えばその、えっと、僕プログラムとかやりますけど、そのネット上にあるものだけで全部覚えたんですよね。で、うちの彼女ってウェブデザイナー。 でまあ後の彼女というかあの妻というか奥さんというかパートナーというかそのウェブデザイナーで GMO インターネットっていう会社に入ってでその後あのヤフーに転職したりとかあるんですけど別にそのなんかどっかの専門学校入ったわけじゃなくてあのソフマップでバイトして Mac 買ってであの自分でそのあの イラストのあのなんかあのイラストレーターだったりフォトショップとか使えるようになってであのバイトとして就職してで正社員に上がったっていう感じなのでなので別にそのそこら辺のあのプログラムとかあのアプリケーションを使えるようになるのってなのでその独学で勉強しようと思ったらいくらでもそのそあのネット上にそういうあのサイトとかあるのでなのでさっさと勉強すればいいんじゃねえのって思いますけど。 で、別に独学でできないのであれば、学校に行ってもできないと思うので、50万払うぐらいだったら、そこら辺ちゃんと勉強すればいいんじゃないかなと思います。えー、し橋やきとゆかちゃんのおかみです。お世話になっております。<laughs> えー、先日ご丁寧なアしていただきありがとうございました。あの、豚の頭、かち割って脳みそ出す動画見ました。はい。 えー、おかげさまで登録者も大幅に増やした。命の尊さを日本中特に子供たちに伝えるために YouTube で頑張りたいと思います。俺レぜひ日本に帰られた際、さばいたばかりの新鮮焼き豚料理ごちそうさせて、さい完染対策が満全に省略お待ちしております。僕内臓肉好きなんですよね。なので、あの、もし機会があったら、はい、よろしくお願いします。ちょっとあの、日本にいつ帰るかわかんないので。グルメの人と僕違うと思うんですけど、僕その肉で行くと赤身が好きなんですよ。 要はその日本ってなんかあの油がいっぱい入っているなんか霜降りの肉が美味しいっていう空気感なんですけど僕割と赤身が好きなのとあと内臓肉の方が好きなんですよね。その内臓肉の方がその油が全然なくてほぼほぼタンパク質の味なのでなんでその内臓の肉が好きで赤身が好きっていうあのカテゴリーに所属するのであの高い料理屋に行けば行くほど僕が好きじゃない肉が出てくるんですよ。でその あのホルモンとかって基本安い店にしか出てこないですよね。だあの蜂の巣とかあのフワとか好きなんですよ。あのフワ出す店ってあの高い店で見たことないですよ。牛の肺なんですけど。あの 牛の灰が食べれる店で、その本当にその高い店ってなくて、だいたい不安が出てきますっていうと、あのなんかあの足立区とかっていう感じで、そのあの、ま、あ千枚だったりとかっていうのもやっぱり安いじゃないですか。んで、肉僕はハラミとかが美味しいと思う派なので、そういう意味で言うと、その、あの内臓肉が割と好きなんですけど、それがあんまり評価されることがないので、なんなのかなと思うんですけど、そういう意味で、あの、そのちゃんと内臓肉出してるお店なので、あの、機会があったら行きたいと思います。はい 赤羽に行けってあるんですけど、赤羽で,であの、豚の脳みそ食ったんですけど、脳みそはあんまり美味しいとは思いませんでした。はい。